こんにちは、ゆうです。パズドラの大塚です。皆さん、今唇かっさかさやった今今日も無課金サバカ芝居の村やっていきたいと思います。はい、今日お誕生日の方おめでとうございます。はい、どうやって始めてたっけ。昨日ね、もうちょっとね、もういろんなことがあってちょっと動画撮れなかったんですよ。はい、まあいろいろあったんで、ちょっと詳細は僕の X をフォローしてくださるとわかります。はい、ショート動画見てくださった方はご存知だと思うんですけど、ガングリューのトリオ、ガングリュー三兄弟が弾けたので、めちゃくちゃ気持ち悪いリアクションをしてましたけどね、僕。はい。なんかもう、唾液がズルズルみたいに言ってましたけど、はい。じゃあ、それ使って、今日は使ってみてやっていきたいと思います。まあね、せっかくなんでね、これ使ってクリアしたら、もらえる、リューチャレンジのとこですか。はい、そこ行ってきたいと思うんで、早速パーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい、なんて読んだらいいんやろ。フレアドラール三兄弟プラスクラピカみたいな感じですね。はい、はい、結構なんか今見たら豪華やな、この編成。それではご紹介しましょう。はい、リーダーのフレアドラールアグドラール&シャードラン&トイケラトプスにリーダー全体性で HP プラス強化に恋の呼吸します。はい。僕も恋しました、この子に。はい。めっちゃ可愛かったね。欲しかったんですよね、これ。ほんま。で、進化後のスキルが、火、水、気を消すために攻撃力が 1.5 倍、1コンボ加算、10コンボ以上でダメージの 78% 軽減、攻撃力が15倍となっております。はい。で、スキルがね、一旦の間、自分のダメージの上限値が60億、盤面が76マス。で、6個返し、盤面を6色にですね、はい。こちらエクシアですね。エクシア、もう火水木がねぴったり当てはまったん でエクシア入れました。はい、エクシアが、洗剤が神キラーに無効貫通洗剤で、ライフプライド、白髪のフェスゲン のイケメンの方ですね。はい、ドラゴンキラーと暗闇補っております。こちらが、まあ、若干スキブワークみたいなとこありますね。トラファルガーロー、はい、色もぴったりなんで、はい、スキルチェーン2つに、スキルブーストプラスプラスね、一個、プラスプラスだよね。はい、プラスプラスに恥ずかしくてダメ使ってます。はい。こちらがアルジェですね。クリスマスアルジェに、超覚醒 LG プラススキルチェーン2つ、アシスト無効洗剤に、食道超動向、はい、抱き武器ですね。で、こちらひそかですね。威嚇枠みたいな感じですね。威嚇兼、ダメ、ダブル吸収無効枠ですね。超覚醒スキルプラス上限解放、神キラー。で、アルティメットバースト。会話武器つけております。こちら助っ人 のクラピカなんですけど、ドラゴンキラーに無効貫通洗剤で、私はもう 何を読んでんねんな。変身時にね、変身時に威嚇もできるっていうね。はい、でリーダースキルが3色以上同時攻撃でダメージを激減、3コンボ加算。ラグドラールとかにコンボ加算がなかったんですよね。火水木消さんと。で、8コンボ以上で攻撃力が35倍、固定ダメージ1ダメージ、あれも固定ダメージなかったんですよ。で、クラピカと組ませてるんですよね。で、水属性の HP が 1.1 倍となっております。で、この中で水属性じゃないの、クリスマスアルジェとヒソカだけなんで、で 1.1 倍やし、もういいかなと思って、ちょっとぐらい。はい、で、バチャ HP プラスです。はい、それでは一発でクリアしてサクッと編集していきたいと思うんで、最高。実はね、僕メインアカウント何一つクリアしてないですよね。なんかね、変な編成だったらクリアできるのに、アシスト無効食らったね、これ。そう、変な編成だったらクリアできるんですけど、なんかね、ちょっと邪魔なつくテーブルの上。まずはクラピカ。私はもう何一つ後悔しない。クリピカって言おうとした、今。どうしようかな、これ。これ使っちゃおうか、アルジェ。で、エクシア使います。託されたんだ。で、まあこれ使って、はい、ねずこちゃんの口になってる、L 字がアシスト向こうが、ちょっと待って、これで、はいはい、でこれで威嚇してるし、まあ最悪ね、ダメージ向こうもかい、ダメージ向こうかも貼ってあるんで、あ、倒したね、なんか強っ。で、邪王演説黒竜派。はい。毒目覚めか。うわ、一番嫌なやつや。はいはいはい。はいはい。若干ね、この、可愛いんですけど、なぜこれを7、6にしたと。はい。
なぜこれを76にしたら苦手やねんって、76ほんまに。でこれで、はいはい、あぶんね、めっちゃコンボ加算ね、決まったらしてくれるんで、はいはい、機械で消えてないんか、はい、いいギリ止まったか、あよかった、向こうが張ってて、いやどうしようどうしよう、ね、でもアルジェがいるんですよ、はい、普通にクラピカ使ったかったね、あクラピカなんかその一人でできること多すぎて一人でできるもんじゃないんですけど、あの触っても全然動かんっていうね、その時差ボケじゃないですけど、あのなんて言ったらいいんやろ、これこの気持ち、この気持ち、まさしく間ですかね、はい、ガンダムシードフリーダム、1月26日より公開中でございます。めちゃくちゃ見たいです僕。でガンダムシードフリーダムのあの、ま、キラヤマトの声優さん、星総一郎さんでしたっけ、はい、僕お誕生日一緒なんですよね、はい、何回も言ってると思いますこれ僕。ちょっと待って、危ない危ない。でドックを入れて、はい、ちょっと待って、全然やりたいことはできてへん、全然やりたいことはできてへん、はいはい、全然やりたいことはできてへんって。ここ水を、はい、はいはい、もともと危ない、危ない、それは危ない、それは危ないよ。もともとのね HP がねそんなにあのないっていうことで、はい、結構大丈夫なとこがあったり、はい、 OKOK 吸収なんで、クレミア大丈夫で、これはコンボ加算とかここやったっけですね。 OKOKOK 次が属性吸収2ターン来るん でここもローさん行こうかで、ちょっとこれも使っといて、よしよし、ジンも使っといて、はいはい、はい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 、ここは諦めて、はい、もうこんなんで全然いけると思います。ガンマナイフって使うかダメージ吸収無効やんね、それ効くの焦った、よかった合ってた、おっしゃしゃしゃし、で海賊ゼローグ、はい痛い、よかった、あれ吸収、あ2ターンやったか、でここ威嚇は通らへんし、また場面を大きくして、だ俺たちがコマさんだって言ってたんですけどね、まあ、あのコマさんで百花繚乱3ちゃうわ、もっとむずい、もっとむずい、もっとむずい、何やったっけ、あの自分で言うて忘れるっていうね、これが老いですわ、もうほんま皆さんもねすぐそうなるんで、はい、ちょっと待って、この毒処理しようか、もう思い切って、でここが光になったら用意ドンっていうことで、はいはい OK、 OK、 あーちょっとそれは消えすぎやで、オーケー、よしよし。んで、あー、でも、ひそか置いといた方がよかったかな。グラピカでよかったよね、全然。まあ、しゃあないわ。結構ロックされてんな、なんか。すごい、LG は、どなたかいらっしゃる？はいはい。多分、全然いけるんです。でもね、最初に僕、この編成考えたときに、あの、光入れ忘れてたんですよね。なんぼなんでも光は入れなあかんやろっていうことで、いやめっちゃ毒やばいけど大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そう、おい吸収やばいってこれ、ちょっと待って、一体基礎かは何だ、あぶねえ、ちょっと待って、やばいな、とりあえずこれ使っとくか、ジンにしといて、はいはい、1ターン目は回復やもんね、
でガンマナイフスキル使う順番ミスったな完全に。よしよし。んーで、まあもちろん全部吸収ですわ。全集中じゃなくて全吸収ですね、もうほんま。で回復してくれるんで、でここでアルジェ使ってもう毒消しといて、はい、はい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 、待って、これで間違ミスあの負けたらちょっと結構僕の使い方が下手くそだったみたいなとこあるんで、みたいなとこっていうか、まあまあみたいなとこですね。もうガンガンドラゴンキラーっていうかな、危ないなほんま。で次もあガンマナイフ通るやん。ちょっと待って、あと5ターンか。いやーちょっと待って、軽減スキルって誰かどなたかいらっしゃったかな。どなたもいらっしゃらないね。ここは別にでも回復2000年でいいんで、はいはい、オッケー。でどうせ回復してくれると、はいはい、ワンチャンあるかこれ。なさそうですね。はい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 、はい、オッケー。でもスキーこれ吸収が切れるまでは結構耐えれるってこと。危ねえなー。あと3ターンやからつい回復、もう一回耐えたらいいよね。分かった分かった分かった。よしよし、はいはい、結構カチカチ編成にはしてるんで、ワンチャンいけへんかな。一発で終わってほしいな、動画撮んの。オッケー、よし、OK。セレスの力、はい。あ、ごめんなさい、スマホが鳴っちゃった。あと2ターンやから、あと2ターンやろ。これまだ使ったらあかんか。いや、使う、いや、やめとこう。いや、いや、いや、どうしよう。まあ、いいか。どうせ、張っても軽減だけやしね。次なんか、もし僕の記憶違いで回復してくれへんとかやったら嫌なんで。一応、めちゃくちゃ軽減は、強いはずなんで、ワンチャン耐えれる？おっしゃ、勝ち確。うわーし、じゃあ、ローさん行こうか。んで、あれか、吸収は、こっちエクシア使おうか。俺たちがコマさんだよ。コマさん一人ももらんけどね、今日。待って、はい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 、あ、こうしたらいいんか。なんかちゃうけどね。オーケー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 、回復エリジも決まった。はい、オーケー。ネプチューンの力をまとった。はい、オーケーオーケー。で、君は踊り狂ってし、んで、もう指伸ばしましょうか。で、ひそかちゃうわ。クラピカの、クラピカとひそか隣同士で結構危ない組み合わせだな、これ。よしよし。まだ僕はね、ハンターハンターの時全然動画出してないんで、ハンターハンターコラボ開催中の気分なんですよね。つかあの全然なんかいいやつ出えへんかったっていうね。はい、ちょっと待って、フレアドラル使うのなせてる くない。あ、使ってる使ってる。はい、オッケー。いい、一発終わった、珍しい。よいしゃ、フレアも宝石5個と、あ、
これね、あの、ショートは見てらっしゃらない方、ほら、アグドラール&シャードラン&トイケラトプス、はい、聞きましたでしょ、聞きましたでしょっていうことは、石使ったらもっと、ね、無料配布の18個です。ラスワン賞です。はい、ラストワン賞。これでね、ちょっとガチャドラとか引きたいよね。あ、まだ、なんか石回収できたら、唯一。はい。ちょっとブリトラさんかよ。ごめんね、ブリトラさん、そんなこと言っちゃって。ちょっと待って、これ交換できるんちゃう？アグリゲート。ちょっと見てみよう。まあ、着々と弾は揃ってきてますね。はい。それではね、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ、高評、この動画が良かったよという方は、チャンネル登録、高評価してくださると嬉しいです。あと動画の感想もいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。あと概要欄に X とあの TikTok のアカウント貼ってあるのでそちらもフォローよろしくお願いします。それではね、お相手は、今回のお相手は私ゆうでした。それではね、バイバイ。